平成31年1月13日、阿蘇市の成人式が阿蘇体育館で行われ、今年成人式を迎えた221人が出席しました。成人式を前にアトラクションとして、阿蘇中央高校書道部の生徒による書吟が披露されました。そして式が始まり、佐藤義興市長が式辞で、どうか皆さん、描いた大きな夢に向かってくじけず諦めず必ず掴み取る貪欲さと自分を信じ人を愛し優しさを胸に充実した人生を楽しんでいかれんことを望みますと述べた後、マリーゴールドと USA の2曲を熱唱して、新成人者たちにエールを送りました。USA! FM 聞いてた渚。これに対して、新成人者を代表して山口優香さんが、私たちは成人としての義務と権利があり、家族や地域への感謝を忘れず、阿蘇出身ということに誇りを持ち、世界へ飛翔していきたいと新成人者としての言葉を述べた後、江入圭介さんが交通安全の誓いを、最後に赤星仁也さんが謝辞を述べました。今年阿蘇市で成人式を迎えたのは平成10年4月2日から平成11年4月1日までに誕生した人で、295人が大人の仲間入りをしました。これまでたくさんの方々にお世話になったので、成人としての恥ずかしくない行動をとってですね、これからも阿蘇を一層盛り上げていきたいと思います。成人ということでしっかり責任を持った行動していきたいと思います。最後に各中学校ごとに記念写真を撮り、久しぶりの再会に話を弾ませていました。